さあ、英単語の時間がやってまいりました。本日214回目の今日の表現はですね、 sell。 もちろん意味は売るですよね。さて問題はですね、自動詞か他動詞か、その判別はどうでしょう。もちろん売ったよーと考えていただけると何をーってなりそうですね。ですから売るは売るでも何々をーってことなので、これで皆さん自動詞他動詞の判別ができましたね。当然何々をが必要ですから他動詞ですよね。ですからこれが皆さんひとまず基本となるんですが、当然他動詞もあればもう一つ自動詞もあるんですね。で皆さん一つ例文をですねちょっと見ていただきたいと思うんですが、これでございます。 This product sells well ということです。でもちろんセルの後ろには well、よくという意味の副詞がございます。ですので本来他動詞だったら後ろに目的語、つまり非名詞ですかね、名詞がやってくるはずなんですが、この例文皆さん見ていただきますと名詞ではなく副詞になっております。ですので後ろに名詞があったら他動詞でいいんですが、後ろに名詞がないので今回のセルはその逆でございます。ですので他動詞ではなく自動詞ですね。ですので少しまあ日本語で考えていただけると他動詞が有名かと思うんですが、セルには自動詞もありますからね。このあたりひょっとしてパート5で問われる可能性もございますので、ちょっと皆さんセル自動詞も存在してるんですよってところは押さえておいた方がいいかと思います。じゃあ訳し方はどうなるんですかっていうと、皆さんこの商品はよく売るではなくよく売れるんですね。よく売れておりますということです。ですので、まあ、もちろんあの売るというところからそんなには変わらないので、あの定着はそんなに、難しくないかなって感じがするんですけども、自動詞というところもぜひですね押さえていただけると嬉しいかと思います。パート5に備えておきましょう。でちなみにセルですが、こちら公式問題集グレーの2のテスト2のパート3回答冊子109ページにも掲載されておりますので参考になさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスコアップ、こちらにつながるようにですね動画を毎日配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。